照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは1番高垣。今プレーボールがかかりました。1番ファースト高垣、背番号04。フルスイング、センターに抜ける。先制のランナーが出ていきます。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ツーベースヒット、先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー二塁です。打席には2番バッター川島。川島2番ショート川島、背番号14。ヒットでランナーは2塁に変わっています。変化球を見極めます。サード追いつきません。抜けていきます。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。クリーンナップに入ります。3番村田。サード村田、背番号25。ここは三振を狙っていきたいところです。初球いいボールを決めてきます。ここは見送ります。3球目打ちました。これはどうだ。ホームタッチはアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。ご覧のように非常にいいプレーになりました。ファインプレー。4番に打順が回ります。バッター平。4番ライト平、背番号08。大きなチャンスを1回から迎えましたジャイアンツです。初球から力いっぱい投げ込んできます。これで結局追い込まれました。これは見送ってボール。打ちました。低い当たり、抜けていきました。塁が埋まりました。ワンアウト満塁です。打順は5番に回ってきます。高橋。5番レフト高橋義信、背番号2。大きなチャンスを1回から迎えましたジャイアンツです。このストレートが決まります。高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ。そのままスタンドに入りました。先制の満塁ホームランです。ジャイアンツ今シーズン第1号の満塁ホームラン。
白球高々と舞い上がり、横浜スタジアムのスタンドに消えていきました。ここ一番の集中力が光ります。いつもの調子では明らかにありません。打った瞬間、本人もそして観客も確信しました。先制点はホームラン、初回から飛び出しました。バッターボックス、ジョー。ワンアウトランナーありません。勢いのあるストレート、叩きつけるバッティング、アウト、ツーアウト。バッターボックス、タダ。ツーアウトランナーありません。いいところへ決めてきます。ストライクです。しかしサードライナー。この回ジャイアンツ先制点を取っています。1回の表、4対0ジャイアンツ先制です。西さん、やはり強いチームというのはバッティングピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか。まあ当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。マウンド上、渋谷、どう立ち向かっていくのか注目です。そしてキャッチャーは阿部、今日のジャイアンツバッテリーです。 DeNA ベイスターズ初回の攻撃になります。バッターボックス、見ない。まずは出塁したいところ。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。際どい、外れてボール。わずかに左に切れました、ファールボール。際どいコース外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。高めのボール、セカンドの右抜ける。ノーアウトのランナーが出ていきます。バッターは2番高塚。高塚、ショート高塚、背番号05。空振り。低めはこれは入っていました。2球で追い込んできました。
アウトコース打ちました。セカンドライナーです。バッターは3番星。ワンアウトランナー1塁です。初球はストレートから入りました。2球目、一気に左中間へ、ランナーが出ます。ベイスターズチャンスが広がりました。ワンアウトランナー2塁1塁。怖いバッターが続きます。フルスイングしてきます。インコース高めはストライク。すぐに追い込みました。これは大きく外れています。低め見ました。ボールです。インサイド落ちました。二遊間抜けていきました。満塁になりました。ワンアウト満塁です。5番に回ります。バッター四条。怖いバッターが続きます。初球空振りです。インコース決まった。低めのボール、ストライクを先行させていきます。追い込みました。あっとこれは惜しい。ボールになります。流し打ち、ライトへ。どうだ、ライナー性の当たり、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターズが追い上げます。4対1。今のバッティング、西さんご覧になっていかがですか。まあ素晴らしいバットコントロールですね。バッターボックスは6番二見。西さん、ここはチャンスが訪れましたね。まあベンチとしてもね、ここはね必ず点を取っておきたいと思ってるでしょうね。打った、サードうまくさばいて二塁送球アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。ベイスターズが追い上げます。4対2になりました。打席には7番バッター北見。この回7人目のバッターになります。まずは簡単にストライクが来ました。アウトコース、スライダー決まります。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。ここは大きく1球外して様子を見ています。
った。打球はレフトへ、ライナーになった。ワンバウンドヒットになりました。中継にボールが送られる。ベイスターズが追い上げます。4対3。リプレイでご覧いただきましょう。これで1点差に縮まりました。バッター秋津、この回追い上げてきました。初球はストレート決まっています。このコースに投げられるとね、そう簡単には打てませんよ。ここはあっという間に追い込んでいます。いいところに持ってきましたが外れます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。ご覧いただきましょう。非常に力強いピッチングで三振を奪いました。しかしこの回得点が入りました。この回ベイスターズ追い上げてきました。1回終わりました。4対3、ジャイアンツがリードしています。2回になります。追加点を狙うジャイアンツの攻撃です。打順は8番、阿部。1点をリードしているジャイアンツの攻撃です。最初は変化球できました。ボールになります。アウトコース、決まっています。ワンボールツーストライク。際どいところ、これはボールになります。ボール、フルカウントです。引っ張った、高いバウンド、アウト、ワンアウト。バッターボックスには9番、渋谷。ゴロでワンアウトを取っています。空振り、カーブがちょっとコントロールついていません。ファウルになります。見送っています。インサイド落ちました。ツーアウトになりました。バッターは1番、高垣。最初の打席でヒットを放っています。
2アウトランナーありません。初球空振りです。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。三者凡退に終わっています。2回の表終わって4-3、ジャイアンツ無得点です。2回裏に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃になります。ピッチャーからの打順になります。ベイスターズ1点を追いかけています。背番号56、はい、甘いコースですがまずは見送ります。高め空振り、2球で追い込まれました。打ちました。セカンド正面のゴロ。一塁送球アウト。ワンアウトです。打席には1番バッター三内。今日は第1打席にヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。これは豪快に振ってきました。スピードボールを持っています。低めの球、手を出しました。ノーボール2ストライクです。インコースへのシュート決まりません。際どいボール外れました。内へのボール外れました。3ボール2ストライク。変化球空振り。打席には2番バッター高塚。ツーアウトランナーありません。空振りです。低めのボール入りました。2球で追い込んできました。ボールになります。三振。
スリーアウトチェンジ、三者凡退に終わっています。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退無得点です。2回の裏4対3、ベイスターズ無得点です。3回の表、追加点を狙うジャイアンツの攻撃です。2番バッター川島、最初の打席でヒットを放っています。西さん、立ち上がりを攻めてリードを奪っているわけですが、もう一押しして展開としては良くしていきたいですよね。いやー、まだまだ、もっともっと攻撃しなきゃダメですよ。なるほど。打ちました。アウト、ワンアウトです。打順は3番村田。西さん、ここはどんなバッティングをしてきますかね。まあ守備陣はね、引っ張ることを警戒した方がいいですね。最初は変化球できました。ボールになります。変化球が決まりました。フルスイングしました。センターに大きな打球、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、ツーベースヒット。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。迎えるバッターは4番キラ、今日は第一打席にヒットを放っています。ヒットでランナーは二塁に変わっています。最初は変化球できました。ボールになります。これはよく見ました。低めいっぱい、打った、低い当たり、破った、センター前、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。この打席もヒットを放ちます。セカンドランナーホームイン、追加点が入りました。ジャイアンツ5対3。ご覧いただきましょう、見事なバッティング、ツーベースヒット、タイムリーになっています。前半戦から優位に進めていこうとしています。迎えるバッターは5番高橋、最初の打席はホームランを放っています。この回追加点を挙げています。速いボールがコーナーに決まります。これで結局追い込まれました。空振り三振、ここは投げ勝ちました。バットに当てられません。ランナーそのまま。打順は6番ジョー。追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツ。初球から力いっぱい投げ込んできます。ストライク、すぐに追い込みました。
低め外れています。打っていった、あっと弾いた、ボールを拾って一塁送球はどうか、記録はエラーということになりました。今のプレーご覧になって小宮山さんいかがですか。いやー今のはもったいないですよ。打順は7番多田。エラーでランナー三塁一塁、得点のチャンスとなりました。鋭い速球でコーナーを攻めます。打ちました、これはどうだ、抜けた、三遊間を抜けていきます。サードランナーホームイン、追加点が入りました。ジャイアンツ6対3になりました。今のバッティングご覧いただきましょう。早いイニングからゲームを楽にできそうです。今リリーフカーに乗ってピッチャーがマウンドに向かいます。ピッチャー交代です。8番バッター阿部、キャッチャー阿部、マウンドは中継ぎの菊池、際どいコース見送っています。低めの変化球にバットが合いませんでした。ファウルになります。打ちました、切れました、ファウルボールです。フォークボールで誘ってきたんですがバッター動きません。打球はライトへ、最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回得点が入りました。この回ジャイアンツ2点を追加しています。3回の表6対3、ジャイアンツのリード広がっています。3回の裏ベイスターズ打順よくクリーンナップから始まります。打席には3番バッター星、最初の打席でヒットを放っています。アウトコースボール、打ちました、アウト、ワンアウト。バッターボックスには4番キサム、今日は第1打席にヒットを放っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球から行きました、低めインコース、2球で追い込まれました。
ました。破りました。センター前ヒットになりました。ワンアウトからランナーが出塁します。バッターボックスには5番四条、最初の打席でタイムリーを放っています。ここは盗塁も考えられます。打ちました。二塁送球、二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは6番北見。機動力もチームには大きな武器となります。さあこの後どう攻めてくるか。ボールになります。高めストライクになります。ワンボールツーストライクです。低めの球外れています。高め打ちました。センターに抜けました。ヒットになった。ランナーが出ます。ベイスターズチャンスが広がりました。ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには7番北見、最初の打席でタイムリーを放っています。ヒットでランナー二塁一塁。積極的に振っていきます。際どいところ見送りましたがストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。落ちるボールです。見送っています。ボール。しかしサードライナー、このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点はありませんでした。3回終わって6対3、ベイスターズ無得点です。